な立ち方する人が多いんだよね。綺麗な姿勢は勝手にできてきます。どう？美しい。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整体院整形外科、整骨院行っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め湿布で痛みをごまかしている、そんな3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さん向けに根本的に解決するための動画になっていますので、ぜひね見てください。松田さん、はいよ。前回なんと最高の正しい座り方みたいな動画でした。あー、やったね。立っ立ち方ってあるのかなって思って。ああ、立ちね。はい。ありますよ、もちろん。ぜひ教えてほしいですね。絶対嫌。絶対嫌なんですね。行きましょう。はい。立ち方ね。でも変に教えるとね、変な立ち方する人が多いんだよね。立ち方をチェックする上で5つのポイントチェックしたい。なんだけど、この5つができればみんなできる。で、意識した時に姿勢の一番の問題何だと思う？筋肉がちょっと力が入っちゃうとか。ああ、まあそれもある。癖があったりね。これ何かって言ったら自己認知の違いなんですよ。自己認知の違い、例えばこれ正しい姿勢何かって言ったら医学的にちゃんとあります。まず何かって言ったら耳の穴、次肩峰、肩の横側、大天使、大腿骨のね、この横ってやつで、膝の中央、外科、ここがまっすぐな状態が綺麗な姿勢です。ですが一番の問題点は自分の耳の穴がどこにあるかという自己認知、肩がどこにあるかという自己認知、大腿骨がどこにあるかという自己認知、膝の真ん中がどこか、足がどこか、これがずれてるんですよ大体。だからこれを意識して、うん、今これまっすぐって言うとこんなだったりとか、こんなだったりとか、自分の肩どこにあるが間違えてる人とか。はいはいはい。だから姿勢こうした方がいいですよってあんまやんないですよ私も。やると変に意識して逆に腰反ったりとか曲げたりとか、お、今私胸張ってます、腰反ってるだけみたいな、胸腫れてますって言って腰めっちゃ反ってるみたいな、これやめてほしい。だから耳と肩だけはまっすぐなんだけど大腿骨前に行ってみたいな、はい、でこここうすると次はこうなるとか、こうなるとか、自分の体がどこにあるのかってことが意識できてない人、ずれてる人がめちゃくちゃ多いんですよ。で私でも間違えますから。でその間にある骨も腰がこれぐらいの反ってる、胸郭が曲がってる、首がこうなってるっていうところがやっぱ理解できていないと間違えちゃうことが多い。だからこれはやっぱりこうちゃんと姿勢が見れる人に見てもらうことで、変に筋肉が緊張してないかで、大体得意な、さっき言ったけど癖を使っちゃうんですよ。腰が反りやすい人であれば胸張るっていうのを腰でこうやって頑張ってやる、まっすぐですみたいな、まっすぐっぽくないよみたいなね、ここ腰反っちゃってるよってなるね。だからだいたい姿勢よくしてっていうといつもの癖の場所使っちゃうんで、ただ腰が反りやすい人だったら腰反っちゃう。だから私よく MSM って治療やりながらお腹の前側鍛えてあげて、この筋肉のバランスを良くしてあげる、そうするとちゃんとした姿勢取れるよねって話してます。だちゃんとした姿勢ってそんな難しくない。だちゃんとした姿勢を自分で作るっていうのはめちゃ難しい。ちょっと俺もできるかやってみようか。はい、できるかな。だからまずこれ作ってほしいの足からね、足、はい、足の外科、サトクルムシね、今ピッとなってる状態、はい、次膝の真ん中、大天使で、ここからが難しい、肩峰と大天使の位置がまっすぐで、この状態で鎖骨がちょっと上を向くようなイメージしながら顎を引いて、耳と肩の位置が合うようにする。どう？美しい。綺麗です。はい。美しいって俺ね。でこれは癖が出ちゃうんですよね、はい、こうなってるじゃないですか、前に来ちゃってるとかで、あ、胸張らんと言ってこうすると腰張るんですよ。でこことここだけ意識してるから、あ、これまっすぐみたいな、うん、いやいや大天使前行っちゃってる、腰反っちゃってるよみたいな、弱いところがやっぱり露呈するんですよね、はい、だから姿勢綺麗にした時にだいたいこんなになります。腰反って大天使が前に行って、こっちが後ろに行き過ぎて、こんな状態綺麗でしょみたいな、綺麗じゃないですって言います。だいたい綺麗な姿勢してもらうことはよくあります。なんでかって言ったら弱い場所が分かるから。でこの場合だったらどこ治療するべきだと思う？前が反りすぎちゃってるから、うん、後ろを緩める。悪くはない。まあこうなってるじゃないですか、はい、そうすると前側に行こうとしてるから足で頑張ってふくらはぎが疲れるし、前に行こうとして胸を張ろうとして、だから本当胸を起こさないといけないのに腰でこうやって反るじゃないですか、はい、だから本当はこうなのにこうしてるわけよね。なると腰の筋肉痛いよねってなるんでね。ここの胸が張れないのって結局この腰がお腹が支えてない状態なんで、だからここをギューッとしてあげないといけない。でもこれ腹筋って言ってもこの縦に長いから腹直筋って。腹筋って言ってもこれやっちゃうと上ばっか鍛えちゃうからこっち鍛えちゃうね。はい、こっち鍛えるとこれ強くなっちゃうから。だから胸張ろう。こうなん。
だからお腹の筋肉って言っても前側の上の腹直筋の上部じゃなくて下部をしっかり鍛えてあげる。だから足上げ腹筋って言ったりしますね。足を上げる腹筋だったりとかっていうので、間違えて上が入らないようにしながらやってあげると、この骨盤が起き上がってくる。でここがしっかり支えられる状態で、胸張ってくださいっていうと肩甲骨寄せてこういう風に張れてくる。で次これやった時に肩甲骨が張れない、なれば肩甲骨の後ろから鍛えてあげてとか、でこっちをやったら次はお尻がこんなになってきてとか、抜けちゃうんでお尻しっかり鍛えてとか、で首が前行くとか、いろんな弱い場所が出てくるんですよ。だからうちも痛みが出るって、やっぱ姿勢から起きてることとか動きから起きてることが多いんだけど、筋肉が頑張ってるところは緩めてあげると痛みは楽になるんだけど、結局まだ戻っちゃう。だからうちは MSM ってね、さっきも言ったけど、緩めてあげて鍛えてあげる。そうすると姿勢が保てる。でもこれ動くとまた崩れちゃうね、はい、だから歩くだったりとか動き、ムーブメントって言ってね、動きの中でしっかり筋肉が使えるようにしていく、統合していく、モビリティ、スタビリティ、ムーブメントって言って、緩める、鍛える、そして動きに変えていくっていう、この治療法がこれうちがやってる治療法になります。それで言うと、正しい歩き方というかとかもあるんですか？あるけど、その人の骨の状態だったりとか筋肉の状態にも違う。もちろん綺麗なのはこのまっすぐの綺麗な姿勢を取りながら、下腹部力を張りながら足つくでしょ、はい、でこういう風に歩いていくじゃないですか、はい、大体ですけど足ついた時にこういう風になっちゃう。股関節、お尻の筋肉がなくって抜けちゃう人が多い。これ抜けちゃうと腰反っちゃうじゃない。体は前に行こうとしてますよね。で、足はついた瞬間、これ床反力って言って、床からの反力、返ってくる力があるんですよ。これが支えれないと、こう抜けちゃいます。抜けると腰が痛くなっちゃうんですね。前に行こうっていう力と後ろに押し返していく力が混ざると腰のところで滑ったりとか、脊柱管狭窄症とか、はい、反ったりとかって起きちゃうんで、だからそのためにお尻とお腹でしっかり鍛えた状態でかかとつく。で、かかとつくときにつま先が上がってないといけないんで、つま先を上げる。で、ここから足がついた状態でこう。はいはいはい。で、歩くときの一番大事なポイントは、つくときにちゃんと衝撃吸収ができる体の状態。かかとがまっすぐつく、つま先が若干10度20度外向いてる状態で、この状態でおへそがまっすぐ向く、胸がまっすぐ向く、で横から見た姿勢も綺麗な状態、大体し肩耳がまっすぐの状態、うん、右足を出した時に左手が出るっていうのは出した方がいいんですか？出した方がいい。これが出してないとこんな風になっちゃいます。回旋って言ってね、上半身と下半身が逆の動きしてるんですよ、こうやって、はい、前に動くじゃないですか、はい、でも右足だけ出てますよね。これバランスが悪いんですよ。片方だけ出てるとこうなってるじゃないですか、はい、だからもう簡単に言うとこう斜めになってる、軸が斜めになってるとこんな風にこの軸になっちゃう。だから骨盤は左に回ってる状態、はい、で上半身は逆に回す。このパワーがくっつくと前に行くパワーになる。だから上半身はちゃんと手が触れてないとこんな動きになっちゃうね。ロボットみたいな。ロボットみたいな。こう、まあ、毎回横向きますよね。頭が横向くって結構大変じゃないですか。はい、動きって基本頭をまっすぐ保つためにあるんですよ。例えばジャンプもこうしゃがみ込むのも頭をまっすぐ。しゃがみ込んでこのままでもいいじゃん。はい。だってしゃがみ込んだ時に頭をまっすぐするために腰が反ったり胸が張ったりとかっていう風になっていく。私バスケやってますけど、こんな風にね、行く方向に対してなるようにいろんな動きがある。こうなってる。毎回頭振っちゃってる。動きにくいね、はい、だからまっすぐ動くときにこのパワーとこのパワーを出して合わさって前に行く。これバイオメカとか運動学って言うんですけど、私はすごく大好きで、このパワーが無駄なく動けてると筋肉って必要ないです。骨だけでも動ける。だから筋肉量って本当にあんま必要ないと個人的には思ってて、変に動いてるから筋肉がついてくるね。だからちゃんと関節が使える、筋肉が使える、動けてる状態であれば筋肉も細くなるし美容にもいいです。だから痛みを良くしていくっていうのって綺麗になっていくとほぼ同義を。私の患者さんとかも運動療法しっかりやってったりとかやっていくと、痛みもなくなって7キロ痩せましたとか全然います。ちゃんとした動きを覚えるってことは無駄な筋肉を削いでいく。筋肉量って脂肪の4倍ありますから、体重も下がる、脂肪も燃焼されやすくなる。いくらだけ痛みとか。確かに姿勢とか歩き方綺麗な人って、うん、まあ、なんか綺麗だったりしますもんね。綺麗に見えるよね、はい、痛みがある状態で美容やっててもマジで意味がないなと思ってて、健康の上にしか美容って成り立たないじゃないですか。美容と健康は本当につながってます。よく分かりました。実践してみようと思います。絶対やめとけって。自分でやらないほうがいい。あ、確かに意識しすぎちゃダメなんですよね。そう、意識しすぎちゃダメ。だからできないからできてないんだから、はいはい、だからちゃんと運動療法とか入れながらバランス整えていくってやりながら、綺麗な姿勢は勝手にできてきます。ちゃんと基礎を整えていけば、うん、その基礎を整えるってのはすごく大事だから、うちは MSM ってやってるんで、もしね痛みを根本的に解決したいだったりとか、痛み戻りなくして自分の好きなことをやっていきたいって人であれば、ぜひ概要欄の方に整体の店舗の情報を貼っておきますので、そちらの方からホームページ見てもらって、電話もしくは LINE の方で予約してみてください。 YouTube 見ましたって言っていただけると予約はスムーズかなと思いますので、ぜひ、ね、初回料金もありますので、ぜひそちらの方を受けてみてください。
ください。はい、ということで今日はね、これで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日もどうもご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。